あ、しかも巻き菱で死んだんじゃないあいつ。やっぱ頑丈か。ドラゴンクローだぞ。まだ耐える気するけどね。出してみようか。多分まだ耐える。多分2耐える。残り2で耐える。あ、9か。耐えた。OK。じゃあ大丈夫。で、命中が一番高い岩石表示かな。あー、マジで？でも4倍やし、いけるやろ。まあ、頑丈やからな。いけ。頼む、いけ。よし。お、上がる上がる。メンドール？ちょっと今帰られへんから、もういいや。いけるとこまで行ってもらおう。しゃあない。ブレイズキック！あー！マンダー！マンダーじゃなくてバシャーも。いや、必ず仇は取ってやるからな。ザメで、いや、ザメよりもまずザメモスでいこうか。アメモースでね、多分次アマルドが来るから、こいつ倒した後に。アーマルドはドロポン。アーマルドはドロポン。ユレドルはさざめきでいけるはず。あ、ユレドルか。それがここでグロス来ると思ったけどな。虫のさざめきです！これが僕の、あ、耐えた。あ、マジで耐えられんのかい。やっぱこれ無理じゃない？待て待て、考えろよ。アーマルドやろ。サメ肌で全抜きもありやけどな。え、でも待てよ。いや、ガスタでもいいねんけど、ガスタ出した後、アーマルドどうしようかなって。アーマルドは、でも岩技が抜群とは言え。いや、でもいけるか。いけるわ。いけるいけるいける。せやな、報酬があるから、報酬でええやん。とりあえずここは種爆弾。で、押してくれ、頼む。オッケー。俺がな、レベル、キノコがレベル40になるまでな、一生懸命俺は、一生懸命お前、B ボタン押して、押しとってんぞ俺、体の意志を使わずに。キノコの星行け！いや、グロスはサメ肌がいる。今作からグロスに対してアクアザは抜群だから。岩石有事だ！って多分種爆弾と威力変わらんけど。結構やっぱ耐久あるな。オッケー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 。あ、これはでも確定酸素やからちょっと、まずい。多分このアーマルドがさ、なんか剣の前、なんかツバメ返しかなんか覚えてた気がすんねんけどな。もう一回出ませりゃええか。アーマルドは辛い部なんか覚えへんよ。覚えたら強そうやけどな。覚えてもええねんけどな、こいつな。意外と C 高いね。70ぐらいね、確か。素早さ45で。スーパーエース45でクソ低くて、
A が125やったっけ、ヤマルド。125の C が70あんねんな。ちなみに俺がダイパというかプラチナ時代に負荷厳選してて初めて負荷で色違い出たのがアノプスでした。来たメタグロス、ここはもうそのまま戦おう。ゲワサ頼む、お前の全てをこの一撃に。え、まさか、うわい、生き直しだった。うわ、勝てー、うおー、耐えないか。サメ肌頼む、お前の最後の自衛にかかっているんだ、頼む。頼む頼む、よし行け、この刺激にかけろ、噛み砕け、行け、よし倒したー。あー、よかった、よかった。俺もうぶっちゃけもうかこれで無理やったら俺かけら使う気まんまやったからな。チャンピオンである僕が負けるとはね。最後もな、スーパーコンピューターを、スーパーコンピューターを超える頭脳を持つメタグロスがさらに進化したメタグロスの頭脳でさえ、やはりこの緊張感ではな、自滅してしまったね。はぁ、あ。やった。そしてありがとう。君がこの世界の中でどんなことを考えて、どんなにそのポケモンを形作ってきたのか、僕なりにその答えを感じることができたよと。パートナーであるポケモンを思うその君の気持ち、そしてその気持ちに応えるための、全力を尽くしたポケモン、それらが合わさって一つとなり、さらに大きな力を生み出したと。初めて出会った時、確かに覚えた胸の高鳴り、間違いじゃなかった。君こそ保炎症の新しい、え、ボコ、おい、ボコ、待て、おい、待て、チャンピオンになって勝利する前にちょっと俺がどこです。え、もう終わった、もしかして。嘘、ボコじゃそれないわ。もう終わってもった、ほんまに。うっさやろ、俺、ミショタンからはるばる来たのに。ここまで来んの7時間ぐらいかかってんね、これ。うっそ、待っててくれてもええやん。な、水臭いわ、そんな。あ、大悟さん、お久しぶりです。私、彼女の親友のちょっと、ゆうきと申します。はい。お前、ひょっとしてチャンピオンに勝ったのか？これ見ろ、ゆうき。ぼこちゃんなら心配なんと私が言った通りだろうと。ああ、もう。あかん、もう疲れた。もう疲れて、もうなんかもう、読み上げる気力もないわ。とうとうやり遂げたなと。君が東海チームのお父さんに勝ち抜いたと聞いた時に、もしやとは思ったが、まさか、本当にチャンピオンになってしまうとはな。とにかく思い出と。さあ、胸を張って奥の部屋に行ってくるがいい。もこちゃん。いや、新しいチャンピオン。僕についていけないと。ちょっと待って。チャンピオンになったトレーナーだけが入れる場所、君はそこで博士と一緒に待っててくれないか。大悟さん、本気で言うてますの、それ。僕だって、あれですよ、夜行バスで7時間帰ってきたんですよ。冷たいわ。じゃあちょっと、
もうええからさ、交通費返してや。往復で1万1000円かかってるんですよ、大悟さんね、これ。ミシロまで今で帰るとどんだけかかると思ってるぞ、これ。せっかく来たのにね、って。そんなやつおらんわな。仕方ないか。そういう決まりだもんな。あ、てか、入る気やったんや。あれ、なんか、いやいや、分かってますよ、みたいな感じで来ると思ったんやけど、マジで入る気やったんや。止められなかったら。もこよかったらおめでとう。ポケモン、あ、はるかか。あ、はるかの方はそうなんや。そうか、そうか。そうか。いや、でも、やったな。人の家の冷蔵庫勝手に開ける。それまた別やと思うけどな。まずはフライゴン、レベル59、おめでとうございます。サメハさんおめでとう。ヒロガさんおめでとう。マスコさんおめでとう。アミモさんおめでとう。ね、バシャーも、な、ほんとレベル5の時からな、ありがとう、ほんまに。うん。俺はお前の出会いでな、ほんまにここからが良かったと思ってる。よし。じゃあもうこれで今日は最後やから。うん、お前ら、散れ！解散！ズコーみたいな。あれ、なんかここ、ゼルダの伝説で見たで、このシーン。ちょっと早めに言っとくわ。俺多分泣くんですよ。多分泣くと思う。多分ガチ泣きします。おがりもこ、いや、なんていうか、一緒に帰るのがいいかなって。帰ろう、ミシロタウンに。なんかちょっと大人っぽくなったね、はるかもね。はるかじゃない。主人公、もこ。なんで言うんだろうな。まあ、僕が、その、ルビサは、初めてやったのが、それこそ、小学5、6年の時やったかな。なんかもう、まあ、当時も本当にポケモン大好きで、確か金銀から、金銀は4年ぶり ?3 年ぶりやったかな。ずっと待っててさ、で、なんやろ、ルビサに関しては一番、俺楽しみに待ってた記憶があって、発売されんの。正直その後のダイパとか、BW も XY も、まあ、もちろん楽しみにはしてたけど、まあ気がつけば発売してたみたいなさ、そこまでなんか発売日を、ま、のことだけを考えて待つなんてことはあんまなかったんですよね。それだけに本当ルビーズだって俺が最後本当2週間、3週間、もう1ヶ月前からもうずっと1日、何やろ、もう1日たりとも忘れることなく、早く、発売日来ないかなって思う、待ってたのを思い出します。
わあ、すごい。なんか、あれ、歴代の俺が使ってきたポケモンたちが、こうやって出てきてくれねんな。当時の姿のまま。ちなみに俺一個だけ重大なミスをしてて、俺しだけタウンに一歩も足踏み込んでない。なんで、あの、ミジロタウンに一回帰ったら真っ先にまずしだけまで行きます。意外と行かなくない、しだけタウン。気がついたらだってもうここまで来てたもん俺。なんか、近接シティのさ、やっぱ形状がすごい大幅に変わったから、なんかどうやって行くんやろって、なんか悩んでるうちに、なんか、ねえ、先に行っちゃうよね、ストーリー。あー。サメとフライゴンのなんか今のツーショットなんか仲良かったな。いやー、これはちょっと旅ポケになんかすごい思い入れ入っちゃうな。できれば対戦で使いたいよなこれ。あかんわこんなん。おお。あは、最後戦った二人か、これ。三日で忘れる。あ、馬車も全然出てけへん、最後の。やっぱサメだったな、最後まで。いやでも正直第5戦よりもミツル戦の方が燃えたな。あ、ミツルとサーナイトで最後戦った人ってすごい感動するやろうね。それいいな。ミツルくん、実はあの後僕もラルトスを捕まえたんだよっつって、え？みたいな。ムーンホースで刺激？確かにな。いや、ミツル戦は良かった。なんだかんだ第5戦、まあまあ、なんやろうな、ミツル戦衝撃やったけど、やっぱ、四天王戦まででも良かったな。懐かしいな。あの池覚えてる？初めて勝負したよな、ここで。なに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 ？もうこう、確かめたことがあるんだ。え？わかった、やろう。え、嘘。いえ、マジでやんの？嘘。レベル。よし、いいだろう。強くなった俺の、チャンピオンになった俺の力を見せてやるぜ。マグカルゴ？なんも自信で一発じゃ。マジで？マジで俺、すげえ。マジか。
エンディングがこう繋がっていくんや。いやー、このちょっと待って、ちょっとゆうきくん、ちょっと本気出してくれ、そろそろ。終わっちまうぞ、いいのか。あっ、あ、確かに AZ だったっけ、あいつの BW の BW2 だったか、あれと近い感じがあるな。分かった、じゃあもう俺はこの段階出していこう、こいつを。ごめん、 XY でした。やばい、なんかでもなんかすごい、やっぱ当時がやっぱ俺のなんかね、そういう時代だったんですよ、ほんと。なんか自分がほんとだから小学校から中学に上がるって時だったからさ、なんかいろいろと物心芽生えてきた時でさ、なんかやっぱいろんな感情がやっぱさ、なんかだからライチュウ使うの、このなんかこのライチュウ、なんかライチュウじゃないよな、これじゃないねんな。そう、多感な時期っていうかな、ほんとそういう時期やったから、だからこそやっぱこのブザーに対する思い出ってやっぱなんやろ、なんかただ楽しかったって思い出だけじゃないんですよね、これちょっと俺言葉が下手くそやからさ伝わらんと思うけどさ、初代金銀まではほんま楽しかったんけど、なんかルビサーってなんか楽しかっただけの思い出じゃないのよ。なんとなくわかる、なんかそういう感じ。あ、マジで、ね、あ、こいつメガシーンが出るようになったやん。あー、楽しかったぜ。あー、負けちまった。やっぱ勝てねえよ。ありがとな、モコ。さすがチャンピオンだ。いろんな人たちと出会えて、な。たくさんのポケモンたちと出会えて。うまく言えないけどさ。楽しかった。モコ、あれ、終わったか。今更ながら主人公を女の子にしたのをちょっと後悔してる。うん、なんかやっぱ男主人公にした方がなんか もっとまあなんだろう、ラブコメじゃないけど、なんかもっとなんかもっと感情移入できたのかなっていうかさ、やっぱ同性じゃなきゃ分かんない気持ちっていうか、まあストーリーに関して言えばね、
でも結局何？俺に27時間かかんなかったか。え？ああ、ねえ。ねえ、パパ。テレビ見てるところごめんね。なんだい？この間話してた特産流星賞なんだけど。ああ、すまない。その件なんだが。その日はジムに行かなければならなくなってしまってる。そう、残念だけどお仕事じゃ仕方ないわね。いや、そこは言ってやれよ。いいの、いいの。でもどうしましょうか、このチケット。うん、そうだな、せっかくだし。なんか始まったんだけど。続く、嘘。え、こんなことがあんの、マジで。で、ポケモンって一応チャンピオンリーグクリアしてもそこで完全シャッ、終わるやろ。続くってちゃんと出たのってこれ初めてじゃない。あ、ごめん、そうか、配信見てる人にはちょっとつのつ、くくが映らないのか。つづ、すまん、ちょっと右下の画面が、下画面のせいで。20時間かからなかったんや、俺結局。